パシフィックリムのアバンタイトルの凄さについて、岡田敏夫先生が話されています。真っ暗でですね、30秒かけてナレーションがあります。エイリアンは宇宙から、えー、来ると思ってた。でも俺は見る方向を間違えていた。奴らは海底から来たんだ。と忘れもしない。とかこういうふうなものが30秒続いたと思ったらですね、いきなりゴーンと音がしてですね、こっからナレーションなしになるんです。 このパシフィックリングのオープニングので、アバンタイトルの素晴らしさっていうのは、ナレーションがあるところとないところを巧みにこう使い分けてるところなんですね。で、ずっとこの、あの、ナレーションがあって、エイリアは宇宙から来ると思ったというふうに、真っ暗な中、海の底の裂け目が見えて、その裂け目の中から何か出てくるという時にナレーションが急になくなって、いきなりサンフランシスコのゴールデンブリッジをですね、巨大な怪獣が破壊するというかですね、突っ切ろうとするところから始まるんですね。 で、アックスヘッドというですね、これがあの最初に出てきた怪獣です。で、霧のサンフランシスコです。これ後ろの方がぼやけてるのは何かと,いうと、サンフランシスコがまあ、霧の中、霧の萌がすごいんですけども、手前の、とりあえず空気感がすごいですね。で、怪獣にね、リアリティ出すよりは、この画像のすごいところはね、前に置いている車とかのリアリティがすごいんですよ。この車の書き込みがすごいから、結果的に怪獣がすごく見えちゃう。このカットの直後、 この車の位置あたりにですね、怪獣の左手の爪がガーンと降りてきて、橋が破壊されて、この自動車がうわーっと落ちていくときのこの重力の感じとかがですね、めちゃくちゃリアリティがあるんですね。なんかその怪獣のサイズ感が信じられるんですね。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。